こんにちは、ケイドラです。今日は青春ストライク私立モンスト学院のガチャ引いていこうと思います。まあ、もちろんコンプ狙いなんですけども、まあ、モーツァルトアルファの友情コンボがかなりやばかったので、モーツァルトアルファのみちょっと複数狙っていきたいなと思っています。提供割合見ると、まあ 1.2% が3体いるんで合計 3.6% ですね。うん、まあ多少出やすいんですけど、まあ 1.2% で出なかったこといっぱいあるんで、どうでしょうかね。いきましょう。初回 24% で星玉溜まるんで、星玉あの仮面ライダークラブの時に調整しました、引かないように。はい、イシュタル、お、え、やばめっちゃ 24% してる。これは上振れましたね。上振れてんのか、多分上振れてると思うんですけど、はい、ムツムネミツとケラウノスとイシュタルと、シェイクスピア。まあ、こっからっていうか、あのピックアップは確率アップしてないんで、まあ、24% だからといって、よし、これを星ともありがとうございます。はい、いきましょう。そのピックアップも倍にはなってないんで、そこを騙されないようにご注意ください。はい、 OK、 アリスアルファありがとうございます。まあ、このキャラはね、やっぱ毒キラーと相性がいいキャラね。リバティと綾波レイがいましたね。昨日いないって言っちゃったんですけども、普通にいたので、まあ、その辺と組み合わせてあげると結構友情コンボも強力でした。さあ、まあ、止まれば、ケロンじゃないわ。モンスタルドアルファか、ありがとうございます。結構早いね。ゼフォンアルファ、ありがとうございます。で、これ肝心のモーツァルトアルファがなかなか出ないやつになりそうな気がする。アリス、いや、これ神引き。神引きですね。はい。できたらもう500個で抑えたいです。できたらね。はい。どうかな。止まればもうモーツァン確定ですね。で、モーツァンが複数欲しいんで、お、これ、フォルトゥナじゃない？いや、めちゃめちゃ最近のキャラ出ましたね。これはラッキー。はい。頼む。確定は、ない。で、今日から20日間分ログインするとオーブ200個なんで、めちゃめちゃもらえますね、オーブ200個は。爆死。ではね、引き続き引いていきます。これで50連目いきましょう。いや、一番欲しいやつが一番出ないやつはよくあるんですよ、マジで。だから頼む、モーツァルトアルファ。モーツァルトアルファが出ないっていうことが続いて、合計オーブ最終的に1000個使うっていう羽目になる可能性はあります。いや、マジで星玉で出てくれたらめちゃめちゃありがたいんですけど、お願いします。ソーヒーコーヒコ、いやー違うね違うね。さあ、まず頼むよモーツァルトで、僕ね、いい玉を1回だけ逃しちゃったんですよ。引くの、違う、クエストやるの1回だけ逃しちゃって、最後ので、昨日ね15回連続引いたんですけど、最初の4連は2回とも下の段から全部埋まって、で、どんどん上が埋まっていくって感じだったんですけども、一番最後、まあ、7枚しかね、2周目ないんで、攻撃が出なかったんですよ。マジでついてなかった。下段から埋まっていきまして、上のパワー、バランス、スピードが埋まったんですけど、砲撃の書が出なかったので、マジでやらかした。もったいないわ。もうリセットの意味なかったけどね、僕の場合。マジで。確率、まあ、あからさまに下げられてるんで、マジ砲撃の書が出なかった。いや、ちょっとこれモーツァン 1.2% でもね、やっぱ信用できないですよ。 そんなに。やっぱり現状今星玉除くと2体しか出てないですからね。だからマジで30連とかで引けた方は運がいいと思う。アリス3体目。3体欲しいのはお前じゃない。
まあ、ゼフォンアルファもね、近畿21の国のスピードアップ枠でね、めちゃめちゃ役に立つと思うんで、まあ、これから入れる方もいるんじゃないかなと思います。オッケー、よかった。ありがとうございます。無事にコンプリートできました。500連ですね。500連じゃない。ごめんなさい。オーブ500個使ってコンプリート。なので、100連でやっとコンプできました。じゃあ残りちょっと艦隊ではないけど、まあ、モーツァ残りもう1体ぐらい欲しいな、やっぱり。手持ち1体はちょっとね、もちろん強いけど、2体以上使ってね、楽しみたいです、このキャラは。モーツァ。モーツァ。モーツァルト自身が、まあまあラック高いんで、まあもちろん運極にまではならないんですけども、ここでも少しだけ上げておきたいですね。さあ、どうかな。頼むよ。これまたアリスがめちゃめちゃ出るパターンかも。アリスアルファが5体ぐらいで残りがまあ1体ずつとか、そういう可能性があるんですけど、ヤタガラス。はい。残り80連分あるんですけど、全部使いたくないな、これ。でもね、やっぱもう1体欲しいな。モーツァルトアルファ、お願いします。頼む。ルーン。ルーンもラックまあまあ高い気がするな。で、確か、あと、カーンが残り1体で、無極になるんで、ね、カーンはしれっと出てくれたら嬉しい。まあ、無極にしたところで使わないと思うけどね、運枠としては。いや、アリスは、これ、5体とか出る可能性あるよ、マジで。マジであるよ、この偏り用は。あるんすよ、本当に。1キャラにめちゃめちゃ偏るってことは。いや、出えへんな、出えへんな、マジできついな。ちょっともう一体欲しいんですけど、お願いします。頼む。よっしゃ、これはでけえ。ありがとうございます。2体目確保できました。で、シングルも 24% なので、これでモーツァン引けたらマジで頑張った。いきましょう、モーツァン。シングル 24%、 まあ引けないかな。まあ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 シングル 24% はまあまあ外しました。まあこの星玉でやめたいっすね。できれば。もう、そこまでオーブ使いたくない。ガリバー。モーツァルト。モーツァルト。いや、マジここ頼むよ。マジ頼むよ。これ。頼むよ。普通に来い。もう一回転。吐くな。確定ないっすね。リコール。いやー、これ全部使う範囲になるかな。まあ、今回はモーツァン複数欲しいっていう思いで引いてるんで、どうかな。出てくれ、頼む、出てくれ、この辺で出てくれ、頼む頼む。ヨグサ通す。オッケーオッケー、確定いきました。久しぶりの確定演出。いや、これで出てくれたらマジで嬉しい。アリスはやめて。なかなか出ない。アリスアリス出すぎでしょ、マジ。もう言った通り5体出ましたね。では、最後いきましょう。まあ、やっぱり結局オーブ1000個使う羽目になりましたけども。まあ、しょうがない。モーツァルト3体狙いなんで。頼みます。頼みます。
頼む、モーツァルト、モーツァルト、頼む、頼む、頼む、爆死。はい、そんな感じでオーブ1000個使った結果、アリスアルファが5体、モーツァルトアルファが2体、ゼフォンアルファが1体でしたね。うん、幸先良かったんですけど、まあ、結局まあアリスがめちゃめちゃ上振れちゃって、他のキャラたちはまあ2体1体という風になりました。まあ、もちろんこれがモーツァルトに偏ってる場合があるんで、それだったら最高だったんですけども、まあこんな感じでいろいろ使っていこうかなと思います。終わろうと思ったんですけども、そういえばこのガチャありましたね。星6確定ガチャ引けるんで、星6限定確定ガチャですね、いきましょう。ただオーブ5個使うのか、ちょっと待ってね。絆オーブがあったので、絆オーブがあったのでこれで回していきます。提供割合詳細は、うん、まあおにゃんこぽんまで出ますよっていう感じですね。はい、行きましょう。これで真の出たら笑うよ。何が出るかな。予想は月齢。おい、アリスアリス、まあいいや、まあ、ラッカー上がるしいいか。アリスが出ましたね。はい、まあシンプルに何の実もついてないのか。まあ、ありがとうございます。という感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしね、ガチャ引いた方はコメント欄にて結果を教えてください。そしてチャンネル登録、高評価もお願いいたします。それでは、バイバイ。